今日は徳島で太鼓の達人をやります。なんかね、面がね、こっちでは見ない面してる。え、反応いい。反応いいかも。ね、これ。あの、遠征企画はね、僕が全然してない曲をその場所でやるっていう、そういう動画にします。出した瞬間に終わり。お茶飲むいい。これワンチャン手でクリアできるんじゃない？ということで早速行きましょうか。結構ね、もう全量してない曲少ないんですよ。初見曲。そんなことある？徳島、徳島だよね、ここおい、徳島徳島、これやっても、これやっても徳島はいとか言ったら自分が恥ずかしいんだけど、ということで今回はゲームパラダイスというゲームセンターに来ました。リミット値が低いんだ。今回マイナショーチャンネルに、まあ珍しく女性リスナーさん、まあ何人かいるんですけど、今回徳島で、昔から知ってる僕のリスナーさんに会いに行こうかなと思います。トンボが飛んでる。行きましょう。すごいよ。お、蜂いた。蜂は勘弁。マバチの飛行じゃん。おーい。これで知らない人だったらどうしよう。出た。出た。やっと会えたじゃん。やった。電車は何分に何本？1時間2本。あ、じゃあ東京の多めぐらいですね。先ほどね、焼き鳥食べて、唐揚げ食べて、はい、ビール飲んじゃいましたね。あ、飲みましたね。いいですね、あそこ。いいっすね。ちょっと場所は教えられないですけどね。あ、それはちょっとね。ちょっと内緒の、まあ、飲み屋ということで、今度また行きましょう。結構良かったよね。いいですね。ご飯も食べるとお腹いっぱいだし。そう。居酒屋みたいな感じだったけどね。居酒屋じゃないですか、あそこ。うん、居酒屋で。どっちかというと居酒屋に近いけど、でも、ご飯もね、しっかりしてる。また作る、ってか家にあるんでしょ。家にありますけど、なんか量が多かったんで。あ、やばい。街折れそう、逆にやりすぎて。桜さん、なんか一言。頑張って。頑張って、オッケーじゃねえだろ。もう入んない。ここのゲーセンすごい。ほら、虹色バーの初段から10段乗ってる。すげえ。あの、店員さんがね、ドンダーさんということで、さっきちょっとお話ししたんですけど、ほら、クロートから達人すごい。あとこれ、設定まで太鼓あまり強く叩かないでね、軽くだけでも反応すると。すごいですね、ここね。好きな曲を選べた。す
素晴らしい。すごいねこれ本当に。すごいでしょうね。思ったんだけどこれ何を？知らない。何これ？ここしかないよしかも。あっちもあった。どういうこと？ボタン？あこれをかけるってことか。よく見たらこれがここに繋がってる。そういうことか。あよく見たらあった。本当だ。二人とも気づいてなかった。セントラルドグマ。アースバチでバーナスプレイしてみた。なぜかな。セントラルドグマ PT1 をバーナス。しかも。しかもタグロさんには言ってないんですけど、疲れた表情をせずにやりきって、あもうちょいやりたかったなみたいな余裕を見せる。なんですか。これバーナスは自粛ですよねこれ。しかもバチは。第2登場で2時5分するまで終わりません。やめろ。